はい、皆さんこんにちは、サムです、今日はですね、じゃこだしをちょっと使って料理を作っていきたいと思います。それではね、今日の主役の食材をご紹介したいと思います。クキクッコ玉ですね、夏玉。たまたまスーパー行ったら一番目立つ感じでこのパッケージがあったので、ちょっと今日はこれを夏玉、なんか言おうかね、ちょっと使わせてもらいたいと思います。はい、これで、だし巻きを作っていきたいと思います。でですね、今日は、家で作るっていうことで、だし巻き機が、ないじゃないですか。じゃなくてもうそんなん使わずに、家であるフライパンでちょっと作っていこうかなと思います。はい、チャレンジだと思って、フライパンでちょっと作ってみたいと思います。それではレッツトライ。作っていきたいと思います。それでは卵、はい、使っていきます。はい、卵割っていきます。卵12個。2個。卵12個。これを混ぜていきます。卵はね、腰しっかり取ってください。こう切るような感じで、切るような感じでね、はい、こんな感じですね。それこそこの間作ったじゃこだしをね、こういう風な感じでこれ入れてるんで、はい、だし、このお玉ちなみに 90cc なんです。はい、6個に対して、2杯なんで、これ今12個割ったんでお玉4杯入れます。入れました。で、薄口12個に対してね、40cc、 みりんと12個に対して 20cc ぐらいで、ちょっと甘めがいいなっていう人だったら、もう普通に砂糖とかも入れてください。自分好みでね、作ってもらったらいいと思います。はい、そしたら混ぜます。もう混ぜるのもこれでいいんで、いい感じ。はい、じゃあ作っていきたいと思います。今日使うフライパンもこちらのフライパン、はい、もう家にもあると思います。はい、で事前に油はね、こうやって用意しておいてもらって、はい、いきます。じゃあ油をいきます。お玉1杯ずつぐらいでね、いいと思います。はい、これぐらい、これぐらいずつで、このブツブツなるやつはね、こう取ってもらって、くっつく元なので、一回ギュッてやったら、一回ギュッてやっちゃまた、はい、箸をね、こういう感じでただこういう感じになるんで、はい、でまたここで油を引きます。ただ向こうにだから、これはね、ひたすらちょっと繰り返していく感じです。はい、で中に、この時に中にね、しっかり入れて、またと、いい感じ。またこれ取って、はい、はい、例えばもうちょっと慣れないなっていう人は、箸を ここに箸を入れて、ここに箸を入れてギュッて、はい、持ち上げる感じ、はい、そこすぐね、くっついてくるんでね、どうしても出汁しっかりめにね。フライパンね、ちょっとテフロンが剥がれてるんでね、あんまり思ったよりうまくいかない。これでだいたい12個割ったんでね、だいたいこれぐらいで、6個分かなみたいな。これをだからもう1回してもらって、だいたい2個、これを2個ちょっと作ってもらったらなみたいな。
はい、こんな感じでね、はい、出来上がりました。で、火を止めてここからちょっとね形成していこうかなと思います。この2つを使ってちょっと形成していきます。はい、ゆっとね、熱いうちにねするとすぐ形成されるんで、うん、こっちもギュッとね、 OK ですね。こんな感じでね、はい、はい、完成です。こんな出し巻きです。はい、よいしょ、こんな感じですね。あとはこう大根おろしをちょっと上にねつけてもらったりとかして、ちょっと軽く醤油ちょっとね、こんな感じでちょっと真ん中にのしてね、はい、実食してみたいと思います。これはね、これで切ってもうこんな感じで、これまあ、ね、下ばっかりはちょっと締まりはまでね、なんでダランとした感じなんですけど、ちょっとまあ5分ぐらい開けるとね、割とこう締まってくるというか、うん、いい感じになるんで、だし巻き端からいただきます。じゃあまあとりあえず、大根のしなしでいただきます。うまい。じゃこだしでね作ったこのだし巻き、やっぱすごいじゃこのいい香り風味とね、濃厚さがねしっかり出てます。この卵のね甘みと調和してすごいいい感じです。めっちゃうまい、めっちゃうまい。これ大根おろしもちょっとねつけてね、大根おろしねちょっと濃い口醤油とかちょっと一緒につけてね食べるとまた美味しいかなって。いただきます。うん、うまいわ。今日はこんな感じで動画撮らせていただきました。ありがとうございます。やっぱ家で、まあ、フライパンでね、簡単にできるっていうのがまずテーマ。まあ、何って器具を買わずにね、今のある家のもので、作っていけ、いただけたらなって思います。はい。全然作れますし、はい。で、まあ、初めはね、難しいと思います。ただ、まあ、やればやるほどね、どん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 上手くなってくるし、僕もね、今日、フライパンでやったんで初めて、あんまり上手にちょっとできなかったのがちょっと事実なんですけど、ただね見た目は普通に最後ギュッと木べらとかで締めてね、ただもう全然綺麗にできるし、味も全然美味しい、うん、美味しいです。だからもうどんどんまあ大体今日12個でしたんで、これ6個分12個でしたんだけど、まあ6個分をまあ2つ、まあ 4,5 人のねか、ご家庭でしたらまあ12個ぐらいパンパンと6個みたいな感じでね、こんな感じでだし巻きをね、作ってみたらいかがでしょうか。今日はこんな感じで、はい、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。